今日もトトレーーニング解説のパート3を始めていいいきたいと思いますこれはいつもウォーミングアップでやるバックエクステンションですスクワットもデッドリフトもパワークリーンもパワースナッチも全てあの腰に負担が結構かかるのであのぎっくり腰とかの予防のためにこれをやっています、えっと、たまにクリーンとスナッチをやる前にこのワンハンドスナッチをウォーミングアップとして取り入れています理由はあのあの右左両方を 左右均等に筋力を保つためですあのやっぱりどうしてもバーベルなのであの両手でクリーンスナッチをやるとあのどっちかの方が強いっていう風に、えー、なりがちなんで特に柔道やってる人はあの引き手側の方が多分この動作は強いと思うのでなるべくあの怪我予防のためにも左右均等にするためにもこの片,片手ずつ。 やって、あの右左ちゃんとアクティベートさせてからやっています。この感覚は結構柔道のにも役立つと思います。これはある日のえっ、ー、とクリーンをスローモーションで撮ったやつです。これはえっ、ー、とトレーニング終わりにやった TR。trx であの横移動。これ、結構体幹のトレーニングいいと思います。これはあのバックウォーキング。バックウォーキングやって多分次頑張って走ったのかな？バックバックラン。 これめっちゃくついっすこれは、えー、っとあのランジとあのケトルベルを使ったあの揺れ動くのでそこで体幹で止めてちょっとあの足も小刻みにあの上下させていくというこれも結構この,あの動きが慣れないためにもあのケトルベルで予測できない動きの対策のためにやっています怪我予防ですねこれはこれ椅子から飛び降りてあのジャンプするこれあの嬉しかったガッツポーズしちゃいました これは6 0キロで、えー、とタイヤを、あのー、顔の辺りまで持ち上げるこれやると柔道でいうとあのディフェンスの、えー、と強化にもなるしあのバックドロップやる人はいいと思いますこれ膝の怪我とかあのハムストリングスが弱い方におすすめのノルディックカールこれ多分一番ハムストリングスできついトレーニングなんであの足の日にはなるべくこれを入れてあのハムストリングスを強化しています 基本足の前ってだいたいトレーニングしなくても筋肉あのつきやすいんですけどハムストリングスとか後ろってやっぱりトレーニングしないとあのつかない筋肉なのでそこが注意必要ですこれは腹筋足上げ腹筋です、ね、腹筋結構やるかな大体足上げ腹筋は多分あの柔道でいうと寝技の強化になるので足上げ腹筋は多分いいと思います下からの動作であの三角とか腕十字とか狙う人は特に ややった方がいいいかなと思まます僕は腕十字やりませんこれあのワイパー腹筋のワイパーこれあの腹筋って実は横に筋肉ついて,て斜めの方に効きますこれはこれはえー、っとジムでやった1 0 0キロやってこれ何回やったの2これ結構終盤ですげえ疲れてたんですね3い多分あ思い出した思い出したこれ4回目か5回目ぐらいにあの潰れて「あの助けて」っつって。 サンバーディヘアアップって言ったんですけどマジでこれ,これ結構きつくてこの、ね、出てくるおじさんがあの助けてくれるっていうすっげえ遠くから走ってきてくれて後ろのお兄さん助けてよっつってピザ屋で働いてたのねこれ260キロヒップスラストこれお尻の筋力あの強化には一番いいですねこれはあの15キロプレートを使って胸の瞬発力 これキャッチするときにあのをちょっと曲げて吸収してるんですけどこういう動きの吸収するトレーニングも大事かなと思ってなるべくこう吹っ飛ばすこれはあの体幹全身のどのスポーツにもこの体幹が必要だと思うので,でこの注意点がこの時にあに曲げる逆の方の足をちゃんとかかとをつかないでつま先であの軸を取っていることがポイントですこの4 0キロのタイヤをあのトレーニング後にぶん投げました なんかメディシンボール投げても飽きてきたんで軽くてなんか4 0キロタイヤ投げてみようと思って誰も周りに人がいなかったので4 0キロのタイヤ投げましたすごいね結構結構オーストラリアジムが広いのでこういう独特なトレーニングもできるのでもしみんな機会があって場所がいいとこがあるならこういうトレーニングやってみるのもいいと思いますそう最後もう一回投げて終わり これはあの腹筋台を使ってあの全身を使って、あのーね、ちゃんとバスケのパスみたいにあの手首返してますからね相手が投げやすい球にこの場合は自分自身が取りやすい球ですけどキャッチボールもそういう気持ちが大事なんじゃないですかこれはえーっとサイドアーブこれは横の動作このボールを投げるこれね結構大事ですね。 ドゥードンもこういうあの左右のねじりの動作が多分多いスポーツだと思うので、あのー、こういうのを取り入れてやってますこれ結構このね台をチェンジするのがね方向変えるのがねすっげーめんどくさいんですよあだリーなっつって腹筋痛いなっつってそうそうなんか結構みんななんかギャーギャーギャーが言ってくれるので結構ねキョロキョロしちゃってます なんか集中力ないってわけじゃないんでなんか言ってくるから見てるだけですただこれも腹筋ね気合入れてあぶねこれ自分の顔に飛んできそうだったこれも2 0キロのあのサンドバッグをぶん投げるこれジャンプですねえっと下あの膝を曲げた状態で力をためてジャンプするそうそうそうこれ最初のモーミングアップ2秒ぐらい止まるのかな下で12ジャンプ そうそうこれで足首とかの,あのトレーニングの補強にもなるのでいいと思います12ジャンプそう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 いいね本当はもうちょっと高く飛びたいんですけどこの重りが9キロぐらいだったからちょっと重かったな次はもうちょっと軽くしてあの台をあの高くしようと思いますそれ多分自分でアジャストできるんでこれいいトレーニングですねこれワンレッグの,あの瞬発力プライオメトリックストレーニングねジャンプこれワンレッグって結構きついんですよね意外と。 人間って多分なんか両足だとすごいジャンプできるのに片足になると意外と飛びづらいっていうなんでえと片足のトレーニングっていうのも大事だと思いますそうそうこれね横から横から飛ぶ正面じゃなくて横から飛ぶ意識ですね横から横から飛ぶ正面からやるトレーニングもあるんですけど今回はこれ横ね横から正面に飛ぶ これは1 0 0えっ、ー、のヘックスバーデッドリフトでその戻した状態で止めてからあのボックスジャンプこれ胸のトレーニングの前の、えー、前にあのウォーミングアップでやったあのメディシンボールスローイングこれはの胸の前の,あの骨と筋肉がすごい柔らかくなってあの息がしやすくなりますねこれやるとすごい胸が胸の胸骨っていう骨 小骨だっけあ違うわかんないいやそれがあのストレッチされるのですごいこの後にすごい息があの深くしやすくなりますコロナブリッジブリッジね柔らかい背骨をゲットするためにブリッジしましたこれメネントレーニングの日にやったあの、えー、とチューブを引っ掛けて、あのー、レジスタンスマウスであのチェストを あのチェストプレスこれ1 8 0キロのフロントスクワットハーフハーフスクワットなんか柔道とか練習してると結構膝がなんか痛い日が多いのでそういう日は無理せずフルじゃなくてハーフでもやってますこれ1 4 0キロやってボックスジャンプヘックスバねヘックスバ1 4 0キロからのボックスジャンプこれは TRX を使ってえっとあーマット2つ引いて えーとワンレッグランジこれめっちゃきつかったバランス取るのこれはなんか最後にやった何センチぐらい120センチぐらいのか110センチ120センチぐらいのボックスジャンプこれはあの体操ジムナスティックスのあのトレーニングちょっと取り入れて釣り輪でこの戻って足つかないでそのまま腹筋で上がってあの戻るこれも結構あの胸の周り肩周りが柔らかくなるのでこういうトレーニングもあの時には大事かなと思ってやっています いいろろ僕はトレーニングメニューすぐコロコロコロコ変えるのでこれは1 8 0キロのえーとクォーターこのえーとセーフティーバンのとこに一回置いてちょっと休憩してやる気持ち0.5秒ぐらい休憩してるこれはヘックスバーを使ったショルダープレス普通のショルダーダンベルプレスだとあの親指が横に向くので僕ちょっと肩痛いのでこれで縦だとまだいけるかなって感じですねこれ2 0 0ロクォータースカット で、これもセーフティーバーのあー、特にあの0.5秒置いてあげる。これ、ちょっと今重かったのはフォームがちょっと古かった。これは軽かったっすね。フォームが良かった。これはランジ120キロ。これやったらすごい。あのー、次の日にケツがめちゃくちゃ痛かったんでおいいなと思って取り入れようと思いますね。やっぱアスリートはあの大きい下半身がすごい大事だと思うので。あのランジとかやっぱスクワットは隠せないなと思いますね。 これもそのの日にやったあの10キロつけてダッシュこれ何キロだろう17080ぐらいかなこれであのクリーンの練習ですねシュラッあのシュラックなんだけど反発を使うシュラックこれはあのコアチャレンジっていうアメリカフットボールの選手がずっとやっててあのちょっと真似してみようと思ったんですけどめっちゃくちゃきつかったですねこれ足本当んこう下がってきちゃいけないんですよねこれケトルベルをケトルベルじゃねえメディセンボーを使ったジャンプ これデッドリフトの練習でデッドリフトであの腰痛くなる人って多分フォーム悪いと思うのでこうチューブであのテンションかけてえとやるとあのいいフォームが覚えられます本当に信じてくださいこれはあの,ランあのなんだこれボックス日本語で言うと踏み台昇降ってやつですよね高校の時なんかめちゃくちゃやらされたわすげえきつかったけどこういうのこういうなんか地味にきついトレーニングもやっぱりあのスキップしちゃいけないなと思いますけどね こういういい地味にきついなんかスクワット重いの3発とかってあんまりきつくないんで気持ち的にはこういうあのちょっと重りは軽いけど嫌なことっていうのをあのやっていきたいなっていう逃げちゃいけないなって思いますねなんか何でもそうだと思うんですけどありがとうございました。